どうも皆さんこんばんは、翔です、ということで本日4月24日といえば、皆さんもわかるかもしれませんが、こちらの方ですね、ちょっと所属アイドルの方行きたいんですけれども、本日はですね、まあ、うずきを見ていきましょう。はい、今日4月24日といえば、そうですね、島村うずきちゃんこと、島村の、誕生日でございます。はい、おめでとうございます。本当に。いや、うずきん誕生日っすよ、本当に。まあ、去年もね、僕は、うずきん誕生日祝ったんですけど、まあ、僕というか、竹内 P がが祝ってくれたんですけど、まあ、スマイリング引いて、まあ、今年もね、何かしようかなということなんですけれども、まあ、僕も、うずきはね、ほら、ニュージェネ担当なんで、僕も、うずきは担当と言ってもいいかなと思うんですが、まあ、うずきがどれぐらい僕が知ってるのかみたいなことを、多分気になると思うんですよね。担当というには。で、僕一応、うずきのカードはね、モバで結構結構好きなカードが結構あるので、そちらの方をね、ベスト3という形でちょっと今回紹介していきたいなというふうに、思います。はい、ということで、うずきのカードで僕が好きな、カードベスト3ということで、まあ、うずき担当の方とちょっと多分もしかしたら思考が違うかもしれないんですけど、まあ、あくまでも僕個人の意見として皆さん、受け入れていただければなというふうに、思います。ということで、ベスト3発表させていただきたいというふうに思います。まず第3位、いきます。僕が好きなうずきの、カードですね。ベスト3、いきましょう。ベスト3は、こちらでございます。はい。セカンドアニバーサリーの島村うずき、プラスですね。レアプラスでございます。はい。S レアじゃないんですけれども、なんでノーマルじゃない、レアのカードなのっていう風に聞かれることが確かに多いと思うんですけど、こちらのですね、まあ、チャンミオとリンと一緒に出たカードなんですけど、レアで。まあ、そこでやっぱりニュージェネレーションズ担当としてはやっぱりすごく思い出深いカードだなっていうのが、やっぱり僕の中であって、衣装もすごく僕結構ドンピシャなんですよね。この衣装ほんと。なんで、割と僕は結構このカード、出た時すごい好きだなっていうのはね、思いました。で、ここでちょっとずつ、このカード出る前って結構、うずきってどんな子なのかっていうのがあんまり出てなくて、本当に。無個性って結構かわいそうなこと言われてたんですけれども、まあ、ここからちょっとずつ、イベントで、なんかね、いろいろと、なんか、何が苦手だったりだとか、何が嫌いだとか、朝は朝食は、ね、パン派ご飯派なのかとか、ね、そういうのとかもね、出たらしいですよ。はい。僕ちょっとそこまでは知らなかったんですけど。はい。ということでございます。第3位はセカンドアニバーサリーの、島村うずきちゃんでございます。ということで、第2位行きましょう。第2位はですね、まあ、分かってくれる方多いと思うんですけど、第2位は、こちらでございます。ワンダーメイド、島村うずきちゃんでございます。これ、特訓前の方で、ね、僕、好きなの。特訓後もいいんですけど、僕、特訓前の、レア、普通の S レアの方が好きなんですよ。後ろにね、リンとチャミをこう、覗いてる感じのやつ。そうそうそう。これの、僕なんでこれ好きかって言ったら、僕これの劇場がね、すごい好きなんですよ。すごいめっちゃうずき可愛いんですけど、美味しくなれ、美味しくなれってやってるやつ、多分見たことある方は見たくない。本当に可愛くて、まあ、画像載せちゃっていいかわかんない。まあ、載せときます、一応。はい。こんな感じのモーバのやつやってるんですが、本当に可愛くて、マジで。これ僕結構もう、ドストライクというか、まあ、うずきが可愛いなってすごく思う瞬間でありました。はい。という感じでございます。はい。はい、まあ、ボーバーは僕そこまでがっつりやってないんですけど、カードがね、すごいね、見ててね、好きだなっていう風にね、思ったんで、このね、ワンダーメイドの島村うずきちゃんが出た時のモバのね、モバのシンデレラ劇場の方がすごく可愛かったんでね、ぜひぜひ、この話はマジですね、アニメの方のシンデレラ劇場でね、ぜひぜひやってほしいですね。はい、待ってます。はい。ということで、第1位、言いましょう。僕が好きな、うずきのカード。第1位は、こちらでございます。はい。シンデレラガール、島村うずき、S レアプラスの方ですね。特訓後の方です。はい。まあ、これはね、もう、有名ですよ。去年出たカードですから、本当に。多分これは、本当に可愛い、マジで。いや、本当に出せこないかなって思ってます。まあ、このね、シンデレラガールの、カードっていうのはまあ今んとこ5種類しかねないんですけれども、シンデレラガールになった子しか出てないんですけど、どれもねやっぱりね作りがすごくいい。本当になんかやっとシンデレラがシンデレラ城っていうか、そのお城にたどり着いたんだなっていうちょっとしたゴールが見えた感じのねカードで、
すごい、ね、可愛いっていうか、シンデレラ感がすごいみたいな。で、まさに去年、本当にシンデレラガールを飾ったウズキなんですけれども、やっぱりその前の年のアニメが、アニメですごい株を上げてって言い方いいのかな、本当まあ、すごい株を上げましたよね、本当。なんで、まあ、やっぱり、頑張りが実ったというか、もう涙ですよね、担当の方々は本当に。からすれば、このね、エスレアの、このシンデレラガールのウズキちゃんは本当に可愛いですね、はい。という感じでございます。ということで、僕のベスト3はこんな感じでございますね。多分意外だったのがセカンドアニバーサリーの、まあ、だから僕、ニュージェネ担当なんで、やっぱり。はい。そこはね、入ってきました。ほんと。という感じでございます。ちょっと僕、今回はね、祝うっていうよりも、僕の紹介になっちゃったんですけど、どっちかっていうと、ウズキのカードめっちゃあるんですよ、やっぱり。まあ、モバやってない方は、ぜひぜひ、モバね。モバの方ね。なんかめっちゃ悩まったけど、モバの方ぜひぜひやったらね、本当に可愛いカードいっぱいあるんで、ぜひぜひ、モバの方始めてみてはいかがでしょうかという感じでございます。なんでデレスの画面にいるのかも、ちょっと僕もわからない際。はい、という感じでございます。ということで、まあ、ウズキの MV もいいので、まあ、まだ、スカチ系、まだ、ウズキとかも全然いいと思いますし、ステージオブマジックのウズキは僕結構、最初の方にゲットした SS レアなんで、まあ、ぜひぜひそちらの方もいいので、ぜひよかったら、ね、スカウトしてみるのいいと思います。そして、本日、中間発表でございますよ。シンデレラガール総選挙の方。そちらの方の生放送もやるので、はい、生放送やります。夜10時からになります。まあ、デレラジの方でね、デレラジエースの方で、あ、エースじゃない、デレラジスターの方だ、間違えた。デレラジスターの方で、まあ、多分先に出ると思うんですけれども、多分おそらく、わかんない。ゲーム内の方では、10時からなるので、10時から、まあ、放送はちょっと早めに始めますかね。30分前ぐらいから、9時半ぐらいから始まるので、ぜひよかったら、9時半から、一緒に、楽曲総選挙の方、もちろん、2画面で、頑張って僕も2画面映すんで、2画面でやるので、ぜひよかったら、見に来ていただければ、ありがたいです。生放送のリンク、ページ、下に、概要欄に載せとくので、ぜひよかったら見に来てください。果たして、今年は誰がシンデレラガールに輝くのか。はい、ぜひ、目が離せないところです。はい、ということで、以上が今回の動画となりました。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。